はい、皆さんこんにちは。アリ先生の腕立つ学講座第7回目、今日で7回目になりました、今お盆真っ只中ですけども、まあ今日ね、帰省からお家に帰るピークの日じゃないかなと思いますけれども、我が家はですね、全く関係ないという感じで、父もですね、まあお盆休み取ってはいるんですけれども、肝心の私がほとんど家にいないということでですね、なんか出たり入ったりこうバタバタというような用事なりなんなりがあるということで、まあいないということで、みんなどこも行かずにですね、悪い、申し訳ないんですけども、両親は家にいて私を待ってるという感じの毎日でした。皆様はどんなお盆を過ごされたでしょうか。ね、どっか旅行行ったり、ドライブ行ったり、ちょっとね、お出かけしたり、お買い物行ったりした方も多いと思いますけれども、ね、今ちょうど、この下町近辺だと、富岡八幡宮が例祭をやっているはずですね。今日までだと思いますけども。確か富岡八幡宮というのは、日本で一番大きいおみこしがあったように記憶しています。一宮という方の、キラキンというかね、まあ、黄金でできて黄金の色の、おみこしというのが日本一大きいおみこしだったと思います。二宮というのもあって、一宮二宮というふうに、富岡八幡宮ではおみこしのことを言うんですけれども、まあ、八幡宮の方にはお話を聞いたところ、一宮の方が大きいと。重さも、4トンちょっとぐらいあったと思います。とても綺麗なものでして、あまりにも綺麗なせいか、あまり使われたことがないそうですけれども。ね、で、しかも今年の、例祭にはですね、早期東北の復興ということで、その願いも込めまして、東北の方からもおみこしが来て一緒に参加していいと思います。特にね、大塩平泉から、来ているはずです。ね、押上の駅にもちらっと、貼ってありますので、チラシ。もしよかったらご覧ください。